こんにちは。こんにちは。はい、もう4週目、まあ、4週目、いや4週目っていうか4本目です。4本目、これ4本目のヒット1試合で4本打ったこと2、3回しかないけど、いやいや豊かあるよ、何回でも。いや、ありますよ。豊かしぶとかったもんな。こいつも3打席目の人やったら必ずセーフティーで1本もらえよったもんな。いやいや、そんなこともないですけど、セーフティーの天才だったもんな。1塁もサード側もそうですか。あれも驚いたし、わし一番驚いたのはお前川口が全然打てなかったんや。ああ知ってる、自分で最初自覚症状ある。ああ最初全然打てんかったの。ああ途中から打ち出したけど、ほいでもうスイッチに変えたの覚えてる？覚えてる。いや、それは自分のことだから覚えてますよ。だからさ、俺で豊がさ、市民球場9だ打席に入ってさ、私が、おい豊お前右に変えたんか、いたらスイッチにしたのか、いたらへいって言って、よし、したらカーンって三遊間に打ち上がって、びっくりしたよ。あれ、あの時2本打った。だから三遊間に打った。あれ普通の田代さんとかさ、あの辺の大物がさ、川内にくる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 回るのにさ、まだお前2、3ヶ月しかお前右バッターやったことないやつがお前スッとお前三遊間に打って、びっくりしたよあれ。そうですか。なんですぐやめたの？いや、やっぱり2と思うのは1と思えずで。ダメだったやっぱり。いや、それで左ピッチャーが来ると、うん、関根さんが代打を送るんですよ。あ、大事なところで。じゃあやらない方がいいわ。やらない。そうだよな。途中から左打ち出したよ、すごい。そうそうそう。こっち掴んだ。川口も打ち出した。こっち掴んだ。そうですね。あ、インサイドは大体見せ球で、大体外の出し入れだなっていうのが分かって、左は。あ、そしたら言ってくれればインサイドばっかり攻めるのに。いや、左のピッチャーでインサイド投げる人は少なかったでしょ。大野ぐらい。いや、だからそれもあんまりうまくなかったでしょ。まあ大野はね、あのシュートかけた時にね、やっぱりうまいこと投げよった。晩年はね、若い頃はそうでもないけど。そうでしょ、うん、投げ切れる人がいないでしょ。おらんかった。川口もね、インサイド要求するけど甘くなるよね。そうですよ、やっぱり当てるか甘くなるか。そう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 。いや、だからきっちり来る人いなかったから。そう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 。だから来ても一球。そうだよな。ほいでお前はね、うまいのはね、やっぱり肩口からのカーブ絶対にもうありがとうって打ちよったもんね。そうですね、うん、うまいこと打ちよったよね。普通いつも三遊間しか打たんのに、はい、左の時だけはこううまくこうパーンと打ったりよね。ね、うん、でも達川さんね、まあ、いろいろな代名詞がついてるじゃないですか。詐欺師とか、いろいろデッドボールだとか、技巧派とかさ、え、技巧派とか演技派とか、ちょっとうまいこと言ってくれよ、お前詐欺師なんて、お前オレオレ詐欺じゃないんだから、お前。いや、詐欺師って検索すると達川光雄って出てきます。いや、おかげでね、今のオレオレ詐欺のがあるじゃない。あれのね、広島の県警のオレオレ詐欺に引っかかっちゃダメだよいうのをやってるの今。でもフォースター見た？すごい。見てないですよ。いやいや、それ広島限定でしょ。いや、出るのよ今。広島行くことがないですもん、あんまり。いやいや、すっごいこんな顔してな、おい、許さんじゃーってやるね。本当ですか？そういう手どうするんねん。もう出るよ、すぐ Google ぐるってみ、これすぐ出てくる。本当ですか？まあ、いや、達川さん、でもデッドボールの時なんでああいう演技をし始めたの？あれはね、幼いなのよ。幼いですか？幼いって知ってる？安藤左の太陽来たじゃないですか。そうそう、最後幼いはね、一番ヤジがね、気の毒なかった、気の毒なかった。なんでか言ったらさ、幼いうあの名前ってさ、ヤジられやすい名前なのよ。幼い打ってない守れないとかさ、幼い打ってない情けないとかでうまいこと言われるの。あれね、タイガースファンが言ったのよ。で、かっこよかったのは掛布なのよ。掛布がさ、あのちょうど消化ゲームでそのおっさんが受けたもんで何回も言ったの。ただ掛布がこうやってやったよ、やめろって。幼いさんを、いやいやいや、ファンに、その男に。だから幼いさんのヤジに対して、お、男性の方が。だったらやっぱり掛布様だよ、まあ、阪神ファンはみんながやめろってやめさせたよ。あ、そうです。すごいよ、すごいす、ね、かっこよかったあれ。掛布、うん、であれでわしもの痛い目にあってんだよ。何ですか？掛布はものすごかったよね、全盛期知ってる。すごかったです。で、たまたま甲子園にあれできたの知らない、あの人工芝がベンチの前だけに。ああ、で、知ってます。知ってる、はい。で、掛布はあれ引っかかってから、これもプロ野球選手だった。いや、だけどよ、甲子園まで知らないかなと思って。いや、知ってますよ。お前はプラス思考だからいいことしか覚えてないから。いやいや、そんなことないです。あのちょうどマウンドがあってさ、はい、練習場があって、はい、あそこちょうど人工芝の切れ目があって、はい、あそこ引っかかって膝壊したの。掛布さんが、あれもし掛布が引っかかってなかったら
おそらく2600本ぐらいは打っとるよ。すごい勢いだったもん。いや、そうですね、それまで。あんなに早く引退 しなきゃいけないぐらいになったんだけど、で、膝を壊して、で、1点ね、カープ勝ってて、掛布がノーアウト1、2塁で出てきたんだよ。当然、清川がワンポイントの左の、知ってるでしょ、清川。お前、カープしか待ってなかったけど、ずーっとカープしてた。よく分かってますよね。カープ、このから来るカープしか待ってない、言ったから。で、掛布が来て、わしが、あの掛布、元気なそうだな。掛布、いいかって言って、であれあの、鳴らすよね、ゆっくり。だから、掛布、いいかって言ったら、いいよって。で、わしが、いらんことを言ってしまったのよ、清川に。清川、バントあるかもわからんけど気をつけよと、一応マークしとけよって言ったわけよ。掛布が、天下の掛布よ。4番だしね。で、まあ、1、2塁だから、ノーアウト。一応、まあ、言ったのよ。だったら、次の日さ、次の日か、あの、後によ、会って、たっちゃん、あのささやきは俺を目覚めさせたよ、って。なんでやった俺にお前は送りバントお前ひどいよお前たっちゃんなんぼ同級生でも許せねえよって俺は燃えたとあの時一応燃えたってから左中間に火の出るような2点タイムリー逆転タイムリー打たれて結局まあカープ負けたんだけどあの掛け声怒らしちゃいけないでも意外とささやき作戦っていろいろやってるけど、うん、逆目に出ること多いですよ、ね、多いね意識した意識してなかった意識してない時はやっぱもう恨んでることいいねでも覚えてます太陽で全員無視したのあれ加藤博一がさあんたらに言ったんだろいやミーティングで言ったんですよ全部ああもうた辰川さんのささやき、うん、挨拶全部無視しようって、うんうん、そうそうそれで負けてさ最後カリッカリ来てたでしょそれで負けてさそれで豊かに言ったと思うよおいこういうことやったんかとか言っていやあの時ね、うん、カーブ勝ったんですよ勝ったかなたあの川口だったんですよ勝った結局勝ったあ、そう、負けたんじゃないでも私怒ったって言ったよ、加藤さんがいやいやこういうことだったんかとか言っていやいや、うん、途中から辰川さんがカッカ来て、うん、もうペースは乱してるんですよ、辰、うん、川さん、うん、でも追い込まれるまで川口、まっすぐでが怖い言うて、うん、もう本当に1、2球全部まっすぐ来るんですよそれ全部ファウルになって、うん、追い込んでから変化球なんです、うん、もうそれから喋らなくなって、辰川さんあ、そう黙って覚えてます覚えてるよ加藤博一言われたもん地方球場だったんですよたっちゃん今日は覚えとけよって、うん、言われたんですかうん言われた最初にでもデッドボールの話を冒頭に聞いてるんですけどいつ出てくるいやいや今あんたが話をずらすからあそうずらすからあんたがずらしたあんたがずらしたいやいやそのデッドボールは掛布さんのいや幼いからね幼いからそういう話になるの広がるのよいやそれ歴史は掛布さんに言ったじゃないですかだから幼いは幼いのがピンチヒッターに出たのよ、はい、あの若い頃に、はいはい、でピッチャー牛島、はい、ツーアウト満塁、はい、ツーアウト満塁でキャッチャー中尾、はい、これうまかったのよ中尾うまかったですね牛島、はい、まっすぐとフォーク、はい、いいピッチャースライダーね、まあ、抑えね、はい、であの幼いがピンチヒッター行ったのよ、はいね、で幼いのね右のすねえ、すったのよ、すっと。だって中尾はうまいからさ、すっと取っちゃった。中尾をすっと返しちゃった。だったらアンパイアが、中尾がすっと取ったもんで、すっと返したもんで、何事もなかったように、ボールいったの、はい。で、幼いは当たってるの意識あるから、一塁歩こうとしたのよ。だったらアンパイアに止められたのよ。それで、挙げ句の果てで三振したのよ。また小葉監督が帰ってきた幼いに。おさ、お前、当たったのかいって言うから、はい、デッドボールでしたって、こういうわけ。もうデッドボールでしたって言うわけよ。だったら、なんでアピールしないんだって怒ったの。そうですよね。怒ったのよ、ものすごい。うん、だから、ほら、1点入るのと、お前、三振じゃ、そりゃそうですね。上下大事よ、うん。あ、プロってアピールしなきゃいけないんだなと。で、わしはそこからは、ちょっと自分で微妙だなと思うのは、小葉監督に叱られちゃいけん思って、全部こう一応アピールしよったのよただいつの間にか球場盛り上がるしほんで当たってないのにアンパイアがデッドボール言うあれ当たってないのになとわざわざ当たってませんとも言えんしじゃあしょうがないけまあでもあれでしょグリップエンドに当たってても、うん、あったあったって言ってあれを取ってこうつねってたんでしょいやつねるはせんけど痛いやっぱりこう衝撃で痛いんでこうちょっとこうしよったんだけど
途中からはちょっとあまりにも湧くからちょっとまあ意識的にやろうかいうの真剣勝負の中でね、あ、おお、そうやったなと思ってやれよったんだけど、だけど痛い目にもあってんのよ。今は亡きあの小林茂さんさ、はいはい、怒っちゃってさ、何ですか、そんなに当たりたいんだら当たってるよって本当に当てられて肋骨折れたからもう本当ですか、ほんまの話だこれ、日々当ててやるっつって、あ、いや当ててほしいなってやるみたいな、本当よ、その前までこうやってやってたんでしょ、やってたね、やってたからやったのよ、だから小林茂さんって気が強いじゃない、うん、怒ってさ、でまあ残りあと 4,5 試合だったからさ、黙って我慢してやったよ、晒し巻いて、うん、だからそのあの私 の, あ の, そのデッドボールのアピールは押さないのよ、だから全然あのそのなんとかしようとかインチキしようとかいう気持ち、ま、全くゼロから始まったんだ、だからアピールっていうことですか、そうそう、しなきゃいけないよ、押さないさん の, あのヤジは何でしたっけ、押さない、打ってない、守れないよ、はい、ありました